はい、ミキでーす。はい、皆さん、おはようございます。もうリアルおはようございますよ、今。時間帯的に、時刻的にね、今は、まあ、10時半ぐらい。はい、バリバリ朝活してます。はい。で、今回はですね、正月あたりに2021年初のミーティング、私秋吉台っていう山口の秋吉台行ったんやけど、そこでその時にね、取材で出てもらったカプチーノオーナーのかよりちゃんってだと思うけど、はい、こちらですね。はい、でかよりちゃんがなんと当時はね、その取材した時は納車して2週間ということで、ほやほややったんやけど、あれから約1ヶ月ぐらい経ちました。かよりちゃん、どうぞー。せーの、ウィー、ぴょーん、こんにちは。もう先に名前言っちゃった。かよりちゃん、お願いします。改めてなんですけれども、カプチーノ納車して、今で。1ヶ月記念日ぐらい。はい。はい、で、年齢はおいくつ？今21歳です。21歳はい。24歳なう。はい。まあ、20代前半コンビでね、はい、今日はお届けしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい。ビビッと。じゃあ、お気に入りパーツまず教えてもらっていいですか？カプチーノのお気に入りはこのウィングが好きです。おー、これは、最初からついてた、買った時からついてたんですけど、なんかかっこよくてめちゃめちゃ好きです。え、これはちなみにどこのメーカーとか、なんかそういうのは調べてきたのに、あ、忘れてしまった。なんかちょっとここら辺文字ちょっと入れるんで。え、この網網とかは、下のこの網網とかは最初からしゃがんでもらっていいかな？全部最初から。なんか実はまだ買って何もいじってるところがなくて、だから全部前のオーナーの人がの趣味、趣味で全部前のオーナーの趣味です、これは。なんか結構やる気モードのねえ、買ってから自分で変えたところは、ステアリングと、あとエアクリをキノコで HKS、 はい、ちょっと見たい。なんか最初めっちゃ探して、どこ、いや他の車もそうなんだよ、分かんないですけど、ここに、はい、ここなんですよ。そこ、そこにあるの？運転席じゃないんや。運転席じゃなくてここなんですよ。こんなのあります。いや、そうよね。一人で開けるのちょっとね。ね。ということで、はい、バーをカチンとしてもらいました。オープン。あ、カプチーノのエンジンルーム初めて見るかも。ここだけ違います。あとは全部。お。キノコちゃんになってますね。あ、色が綺麗。もらいました。あ、もらいました。もらい物レーシング。いや、横のつながり大切だと思いますよ。あとは全部いじってるところはありません。か、車がちっちゃい件っていうのもあるけどさ、なんかエンジン可愛いね、なんか。ちっちゃいね。え、これからそのいじっていこうって思う、なんか予定がある、とことかある？は、まず、ロールゲージ。おー、ロールバー。ロールバー。入れたいです。おー。安全性向上のために。見た目もかっこいいしね。あれをロールバー入れて、その後車高調を入れて、おー、ちょっと下げてかっこよくして。あとは。とりあえずその2つを一番最初にやりたいです。今の目標ね。マフラーとかよく皆さん最初に手をつけがちなんやけど、いや、だからマフラーは私なんか一番最後にしようと思って、そうなんや。はい、最後の楽しみに。最後、そうですね、なんか多分そのぐらいになったら、めちゃめちゃ運転上手になってる気がするから。なるほどね。マフラーの音が目立ってね、ちょっと下手っぴやったらちょっと恥ずかしいみたいな。なるほどね。あいつエンストしたぞ。そう、すぐね、ちょっと分かってしまうもんね。分かっちゃうから。だから
ラバフラーは一番最後の最後にして楽しみにしとこうかなと思って、うん、今は純正のマフラーなんかね。純正のマフラーです。わあ、いろいろね、なんかもう改造計画がいっぱいなんで、バチバチになんか決まったりとかしたら、また改めて愛車紹介とかしてもらいたいですね。はい。ビビッと。いや、そう、あんまりね、身近にカプチーノ乗ってる人が、ゆきさんの周り少なくって、なんか、え、これ純正純正みたいなのが結構あるんで、ちょっと、いろいろ。こことかさ、そう、あ、これは純正です。あ、そうなんや。ここは純正。この辺の純正、タイヤも純正で、うんうん、あ、で、このバンパーだけ車外のやつ、うん、らしい。らしい。車外のやつです。車外の、まあまあ、どこかはちょっと不明ということで。はいはい、こっちがモーラ？モーラってとこだったと思います。モーラ、カプチーノ界隈では有名なメーカーなのかな。なんですかね。なんですかね。はい、あとは、あ、このクリアウインカーもタイラップで止めてる。ちょっとこちらね、こちらね、映るかな、映るかな。ちょっと結構、あ、本当だ。ちょっと。可愛いポイントです。あ、そうね。はい、ちょっと怪我を負っちゃってる。怪我を負ってる。ちょっと怪我が多くて。怪我。あと怪我どこ？あ、なんかちょっと見つけてしまった。ドアもちょっと。そうです。ガタガタ。あ、本当な。だから結構動画でもわかるぐらい。そう、閉まんなくて。あ、めっちゃこれをどれだけかっこよく閉めれるかっていうのを、うん、まあ、3週間ぐらいずっと練習してました。普通に閉めたらね、なんか、あ、ハンドアだよみたいな、ちょっとこの車よがんでないみたいな感じになるけんね。見せつけないように、あの、乗り降りするっていう。で、ホイールとかも納車の時から、納車の時からです。でも実はつい先日新しいホイール、おう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 、ゲットしました。おお、あ、パチパチパチじゃないやつ、なんか DC2 インテグラの DC2 の純正ホイールが入るんですよ、ここに。白ホイールにどうしてもしたくて。あ、似合いそう。で、あれを買える値段の白ホイールがDC2 のやつらしかった。ちなみに DC2 いくらでホイール買ったと？全部合わせて2万1000円ぐらい。あ、高いの？安いの？4本で全部それだったんで、めっちゃいい買い物しました。あ、ちなみにご職業は？は学生です。あ、学生でさ、ちょっとこのカプチーノってイケすぎ。学生です。え、どういうことを勉強されてるんですか？なんか機械の勉強してます。お、機械科なので。機械科、一応。すごい。え、レアじゃない、女の子で機械科って。めっちゃ少ないと思います。いや、そうよね。めっちゃ少ないね。ビビッと。はい、じゃあ続いて内装の紹介してもらいますね。じゃあウィキさん、助手席側に回ります。ちょっと開けてもいいですか？どうぞ。はい、失礼します。さっきお話の中で、そう、かよりちゃん、あの、ステアリングを納車してから変えたということで、はいはい、これはモモレースで友達にもらいました、うんうん、あ、もらったのね、はい、納車祝いかな、納車祝いみたいな感じで、もらったやつで、うんうん、本は自分で買いました。でもなかったんで。あ、そうなんや。本だけ自分で買ってうん、うん、はい、めちゃめちゃこのカプチーノにフィットしてて、そうね、はい、サイズもちょうど良くて、めちゃめちゃお気に入りです。運転しやすそう、結構めちゃめちゃ運転しやすいですね。え、で、ここのなんか木目調とかはもうこれも純正で、いや、多分純正なのかな、その辺はちょっと私も分かんないんですけど、うんうん、なんか友達のやつはウッドじゃなかったので。あ、そうなんや。もしかしたら前のオーナーの趣味いい趣味してるなみたいな感じで。ちょっと渋いよね、はい、これね、渋い感じで、うん、めっちゃ好きです。これは、あの、ターボ圧が分かるやつ。うん、で、ちょっと映すね、はい、
の感じね、うん、はい、これは納車の時か、ね、いや、もともとついて納車の時からついてて、うんうんうん、なんか多分機械式でなんかちょっとなんかやっぱ当時感あって好きで、夜わかんないけど今そう、まあ、めっちゃ昼なんで夜めっちゃエモい感じに光るんですよ。何色に光ると、なんかここが薄い青みたいな、水色で、うん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 、針が赤みたいな感じで、あ、いいね、針が赤って結構テンション上がるよね、めっちゃエモい、うん、エモい。次の年式とかは、これは1997年式。おお、あ、え、ということは年上、年上、えぇ、ー、自分よりも年上の車を所有してからあんた、はい、そっか。え、カプチーノってなんかそういうなん前期後期とかあったりすると？あります。なんかこれ前期と後期はエンジンだけが違う、後期の方が、あれです、あた 私のやつ後期なんですけど、うんうん、なんか後期の方が台数は少ない。あ、レアなんや。レアです。でさ、21歳でこの若さにしてね、なんでこの車を買おうって思った？あ、まあ、なんか私もともと小さい車を買うときに小さい車が欲しくて、うんうん、でもなんかそしてなおかつ可愛くて、うんうん、しかもかっこいいみたいな、うんうん、両方合わせ持ってる車をずっと探してて、でなんか最初はローバーミニとか、あ、可愛いみたいな感じを買おうかなと思ってたんですけど、うん、まあいつの間にか彼氏の影響とかで、うんうんうん、なんかそのちょっと走れる車みたいなのがちょっと欲しくなっちゃって、うんうんうん、カプチーノになりました。なるほどね、はい、いや、もうなんかもう仕様的に結構走る系の系統やし、はい、カプチーノ自体がね、なんか全体的に丸っこくて可愛いのにね、すごいレーシーに走ってくれるっていう感じのイメージがあるんで。いくらで買ったの、ちなみに？これは、うん、全部合わせて60万。あ、そうなんよ。本体価格は52万とかだったと思う。あ、なるほど。あ、もっと高いかと思った。めっちゃ意外と安かったです。なんか、もともとなんか全塗装されてて、うんうんうん、そういう全塗装されてたり、なんかあのシートがボロボロだったり、うん、ドアが落ちてたりところがなんかちょっと下がってるポイントらしくて。なるほど。はい、視聴者の皆様、60万でカプチーノ後期ってどうなんだろう、コメントよろしくお願いします。気になりますね。ね、気になるよね。せっかくなんでね、カプチーノこんだけなんかちょっとサイズ感的にはこんぐらいのなんかもうね、もう本当にコンパクトな車なんで、でそのコンパクトな車のトランクってどういう感じの広さなんかなっていうね。オープン。なんかさ、なんかこんな入っと。え、これ何、これ何？これヘルメットです。いや、わかるわ。それわかるわ。この間、うん、あのレースじゃなくてカートに遊びに行きまして。うんうん。で、その時からずっと入れっぱなしです。あ、入れっぱということね。はい。カート楽しかった？カートめちゃめちゃ楽しくて、うん、めっちゃハマってます。あれ早いゴーカートみたいなやつ？あ、そうです。あ、なんか何周でも走りたくなるよね。なんか乗り放題の日みたいな。え、すごい。え、どこ？なんかナチュラルサーキット、山口のあっちの方。あっち山口県にあるサーキット、はい、へえ。まあ、ゴーカートよくわかんないですけど、うんうん、なんかマリオカートみたいなやつですね。あ、そうよね、うん、めちゃめちゃ楽しいですね。そう、1回だけやったことある。見ました、ね、あ、見た、動画見た、ありがとう。ビビッと。はい、じゃあかゆりちゃん、愛車紹介ありがとうございました。はい、はい、取材のそのお話の途中でいろいろもうなんかもう愛車のもうなんか愛車へ対する愛がもう半端なく伝わってきました。もう好きでたまらんよね、もう。大好きです。ね、大好きよね。納車してあの1ヶ月よね、はい、1ヶ月ということで、あの愛車でまあ何をしたいとかあったりすると、さっきちょっと2人で話しようときにいろいろお話しちょったんやけど、この
いつかはこのカプチでサーキット走りたいです。オートポリスとか行って、おー、あ、タイムアタックみたいな。あ、かっこいい。ドリフト道。ドリフト道。小淵も一応できるんですよ、ドリフト。あ、そうなんや、はい、うんうん、難しそう。難しそうな、はい、えー、いつかやりたいです。あ、もうなんかあの思考がね、ちょっとあの レーシーな女の子の紹介でした。はい、はい、で、あのウィキチャンネルですね、よく愛車紹介してくださった皆様に聞いているんですけれども、はい、愛車をですね、このカプチーノ、まだ納車して、まあ、1ヶ月ぐらいしか経ってないんですけれども、あ、愛車を一言で例えるとよね、例える、一言で例えると、なんだろう、はい、相棒です、私の。おまあ、え、相棒っていうのは、まあ、ドライブとか、うん、あとはね、なんかどういった時になんか相棒って思う？1ヶ月経って、1ヶ月経って、うん、いや、何をする時も一緒な、なんか遊びに行く時も絶対カプチ出すし、うんうん、勉強する時もなんかカプチを出して学校に行ったりとかするんで、うんうんうん、もう相棒ですね、ちょっと一緒に、うんうんうん、行動は全て一緒みたいな。あなんかもう、なんか今ハートついた最後に。はい、でもう一つね、あの聞きたいことがあります。はい、カプチーノのね、購入を考えてる、うん、あの方もこの中にいらっしゃると思うんですよ。せっかくあのカプチーノの動画なので、多分ね、カプチーノ買いたいなって思ってる方も見てくださってると思うんですけれども、はい、カプチーノ購入を考えてる皆様へ、はい、はい、この車は私もまだ1ヶ月しか乗ってないけど、すごいゆっくりな、50キロとか60キロでもすごいスピード感を味わえる車なんですよ。なんか普段の運転がすごい楽しくなるので、すごいおすすめです。はい、ということで、はい、カプチーノオーナーの皆様、よかったらね、はい、イベントとかでかよりちゃん見かけたらお友達になってください。はい、はい、で、あの SNS とかの URL もね、概要欄にあの貼っておきますので、よかったら皆さんかよりちゃんの SNS フォローしてね。はいはい。はい、じゃあ最後まで動画の視聴していただきありがとうございました。この動画がいいなと思ったらグッドボタンと、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。何か感想がありましたらコメントまでよろしくお願いします。はい、じゃあ次の動画はね、女子会ドライブということで、かよりちゃんの助手席に私がお邪魔して、はい、ドライブ行きたいと思います。はい、じゃあそれではまた次の動画で会いましょう。おつびきでした。またね、ありがとう、バイバイ。バイバイ。